果実の時に、はい、J からのオファーなかったですか？パラプロに行った時のこのフィジカルの差もあったし、ジェフから水戸に行った時は、はい、年俸は落ちたんですか？その前の年にレギュラーだったっていうのもあって、ちょっとまあ満身もあって結果的になってないなんか。毎日がチートデーのゆうきです。今回のゲストは元サッカー選手の椎原拓也さんです。椎原さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。椎原さん、はい、果実ですよね？そうです、もう果実業です。で、10番つけられてたんですよ。そうですね、だけど3年の新チームから夏ぐらいまでしかつけてないんですよ。へえ。はい。で、その後は国体の時に10番だったんですけど、前日にプレーが悪くて監督にお前もうダメだって言われて、で、代わりに松井大輔に行けって言われて、そうなんです。ジャージとかユニフォームを全部松井大輔に渡して、そこから10番じゃなくなりました。でも試合には出られてたんですか？試合には出てましたね、はい、番号変わって、はい、なのでずっと10番だったわけじゃなくて、あ、半年ぐらいですかね。あ、はい、つけてたのは。何がダメだった気がしたんですか？いや、なんかインターハイぐらいまでは結果出してたんですけど、全国出ても1回戦で負けて、でその後に多分国体だったんですけど、多分前日の練習で監督が多分気に入らなかったのかもしれないですね。あ、僕としては多分気抜けてたわけじゃないんですけど、多分結構競争があったので、その時の果実って多分一番強かったので、会話入れようっていうので交代させられたんだと思うんですけど。ああ、そうなんですか。はい、はい、遠藤選手も同じだったんですよね？そうです、遠藤さんは1個上でした。あ、そっか、1個上ですね。はい、そうです。へえ、遠藤さん、松井大輔さんと一緒に。そうですね、間に挟まれて肩身が狭かったです。え、そんな感じですか？そうですね、僕らの年代は結構上がすごくて、 J リーガー4人ぐらいになって、で、僕らの年は2人、僕含めて2人で、で、松井の年代は松井大輔、那須大輔、あと1人ぐらいって3人ぐらいいたんですよね。あの間でも本当に全国出ても1回戦で負けるし、選手権も出れずに、谷間の世代って言われましたね。あ、そうなんですか。はい、そこまで当時から全然その格が違うっていう感じの印象を受けられてたんですか？はい、あ、その遠藤さん、遠藤さん、松井選手と、はい、そうですね。いや、だけどなんか一緒にやってこう通用するなっていうところもあったんですけど、自分は負けてないって思ってやってたんですけど、後々考えるとなんかやっぱり遠藤さんはポジショニングいいし、キックうまくてこうフリーキックも蹴れるじゃないですか。で、松井はこうテクニックすごいあるんですけど、スピードもあるんですよ。なのでなんかこう抜けた武器があるなっていうのは後々になってこう感じたりはしますね。僕もテクニックは自信あったんですけど、そんなスピードはなかったので、そういうところで武器がなかったのかなとは思いますけど。果実の時に、はい、J からのオファーなかったですか？大阪バスに行ったんですけど、大阪さん決まった後に、実はなんか J リーグから来てたみたいよみたいな感じで、友達のお母さんから聞かされました。え、じゃあ本人聞かされてなかったですか？聞かされてないですね。それって なんでなんですかね？まあ、多分監督がこいつは通用しないって思う選手には監督のところで留めてるんですよね。あ、でその時聞いたのは京都パープルサンガから来てたみたいよっていうのは後から聞かされました。それって言ってくれと思いませんでした？いや、思いましたね。なんかまあ、サッカーだけじゃなくて、はい、まあ、僕聞いた話だと野球もそういうのが濃いらしくて、まあ、監督で止めて、はい、監督の判断で言うか言わないか決めるっていうのがあ、本当ですか？あるらしくて、なんか僕そこにすごい違和感を感じてしまうんですけど、はいはい、ですよね。なんかせめてこう選択肢がある中で監督なりの考えを選手に伝えればいいんじゃないのかなって思ってしまうんですけど、どうご自身だったらどうさ、監督経験あるじゃないですか。そうですね、僕だったら絶対言いますね。あとはまあ本人と家族が決めることなんで相談して決めてくれって言いますけど、ダメですよね。いや、僕はダメだと思っちゃうんですけど。だってね、夢もあるでしょうし。そうですね。でそれになんかこう子供のスクールって割とこう自立を求めるじゃないですか、はい、自分で考えてとか、はい、スポーツスクールって、はい、にもかかわらずすげえ自由なとこをなんか大人が決めるっていうところ
本当ですよね。それはちょっとなって。それ何なんですかね。なんか昔は多分結構あったんでしょうね。今はないでしょうけど、特に果実なんかこういっぱいプロ配置してたので、多分監督なりに、この選手はプロで通用しないなっていうのを思ってとどめたのかなって思いますけど。でも分かんないじゃないですか。はい、そうですよね。結構その鹿児島実業と京都パワフルサンガでつながりがあって、京都パワフルサンガが鹿児島に必ずキャンプしたりするので、そういうつながりもあってオファーが来たみたいよとは言われましたけど、でその次の年に松井大輔が京都パワフルサンガに行けるんですよね。あ、はい、また取られたかもしれないですけどね。いやいや午前中働いて午後はサッカーみたいなイメージです。そうですね、1年間はそんな感じだったんですけど、だんだん結果が出なくなって、仕事が優先になって、サッカーは夜からになって、そういう環境がちょっと嫌だったので、まあ、プロに挑戦したっていう感じなんですけど。あやっぱり大阪ガスに行った後も、はい、やっぱそのプロサッカー選手になるという夢は持ったまま、はい、そうですね、持ってましたね。大阪ガスはお仕事どんな営業されてたんですか。最初はまあ研修みたいなのがあって、ガス全般のことを学んで、でその後は営業やったり修繕をやったりしましたね。5年間だったんですけど。あ、結構長いっすね。あ、長かったですね、結構。じゃあもうバリバリゴリゴリの営業マンですね。だけど営業やったのが2年ぐらいで、はい、もうほとんど売れなかったですね。あ、本当ですか。何売ってたんですか。家庭用のファンヒーターをたり、あとはちょっと部署が変わって、これも家庭用なんですけど、ちょっと床暖房を売ったりはしてましたね。あんま売れなかったですね。いや売れなかったですね。ファンヒーター真夏にファンヒーターのなんかなんですか、軽いやつ、はい、本物じゃないやつを持ってこう売りに行くんですけど、まあ、冬に向けて売りに行くんですけど、真夏なんで誰も相手にしてくれないインターホンで全部断られました、ね、なんか営業おばあちゃんとかいるじゃないですか、はい、まあ、失礼ですけどちょっと暇しているおばあちゃんとかピンポンして中入れてもらって、世間話しながら、あなたどっから来たのみたいな感じで、鹿児島からですみたいな話をして、そしたらなんかこう可愛がってくれて、それでついでに買ってくれるっていうパターンが多かったですね。はい、そうですトライアウト受けたの。そうですね、一般のトライアウト受けて、え、って言ったんでしょ。なんか一回合格したのに断ってませんでした。あ、あれなんか表示は断ったってなったんですけど、最後のキャンプの時にダメだって言われて、で結局入れなかったんですよ。ああ、そうです。で多分次の年にまた教科部長に連絡してキャンプをしてくださいかで OK もらったんですよね。で晴れてジェフ。そうですね。入団されて、はい、試合はあんまり出れなかったですか。いや試合も出れなかったですね。やっぱりアマチュアからプロに行った時のこのフィジカルの差もあったし、あとオシム監督だったんで、練習に慣れるのがもう本当に大変で、半年ぐらい慣れるのにかかりましたね。なんかすごい特殊なトレーニングされると聞いてたんですけど。そうですね、まあ、走りながら考えるっていうことなんですけど、疲れるし、頭も疲れるし、もう大変でしたね、ついていくのに。周りのレベルは高かったですか。周りは高かったですね。本当当時一番ジェフが強かった時だと思うので、 J1 でもう本当実績のある選手もいたし、小林陣もいて、みんなこうやっぱオシムさんのトレーニングに慣れてるので、本当すごかったですね。メンバー的にもレギュラーを取れる余地なんて、いやなかったですね。もうほんとついていくので精一杯で、たまにこうメンバーには入れさせてもらいましたけど、多分あの中に入って出ても多分ビビって何もできなかったと思いますね。自信もなかったんで。一応トップチーム入ったので、はい、出れない時のマインドってどんなマインドなんですか。いやもう本当にそうですね、まあ辛かったですね。まあ、練習はこうついていくのは精一杯で、まあ、新たな練習だったりするので楽しかったですけど、まあ、出れないっていうので辛さもあったけど、まあ、だけど今後のためにこの時期は頑張ってやろうっていうふうには決めてやってましたけどね。で結果はジェフリーザーブスに落ちてしまったんですか。まあ、経験積むために行ってこいみたいな、でジェフリーザーができた時だったので JFL に上げてこいみたいな感じで、僕とブラジル人のフォワードがトップチームから降りて、練習はトップチームでやりながら試合だけジェフまでやるっていう感じでしたね。
はい、でジェフアマもそのオシムさんのやってるサッカースタイルを取り入れてたのですごいやりやすかったですよね。はい、で結局 JFL に上げることができたのでいい経験にはなりましたね。ジェフリザードス僕も天皇杯で戦ったことがあるんです。本当ですか？えベスト8で。本当ですか？僕は社会人チーム、いや一人も覚えてなくてですね、はいはい、うん、でも何年だろう俺、僕が22、23ぐらいだったかな。本当ですか？あ、その年からずっとありましたもんね。そうっすね、はあ、前半0-0だったんですよ、はあ、後半4点取られました。何ですか？あの時に斉藤正樹さん、あ、正樹さん、はい、はいたと思われますけど、はい、いましたね。でミッドがもうレギュラーとして定着されて、はい、ミッドから二十歳じゃなくてジョイフル本田、あ、そうですね、はい、引退してから、あ、もうそこでミッドは、はい、ジェリーガーとしては引退、はい、自分で決めて去ったんですか？はい、そうです、もう引退で大学のコーチをやってたの でやりながらちょっとこう人脈も作りたかったので今日は FC に入って、まあ、試合だけ行くような感じで行かせてもらってたんですけど。え、どうして引退しようって思ったんですか？一応トライアル行ったんですけど JFL とかから誘いがあったんですけど具体的な金額の提示までなかったので指導者やろうかなと思って、一応大学からの誘いも誘いっていうか、まあ、こっちからコンタクト取ってやらせてもらえるってことだったのでコーチやってみようかなと思って、ちょっとまだやりたかったですけど、今だったらこうアジアとか結構行かれてるじゃないですか選手。けど僕が辞めた時2008年だったんですけどそういうのはほとんどなくて、ちょうどブラジルのワールドカップぐらいで日本が結果出してからこう結構アジアに選手が行くようになったイメージがあるんですけど、僕らの時はほとんどなかったので、海外の選択肢もなかったですね。ああ、はい、なんか聞いてみ、なんかあの紙面というかそのウェブのこう情報だけ、はい、やっぱ引っ張るだけでは、はい、引っ張った印象だとこう少しシーハルさん守りに入られてるのかなって印象を受けたんですけど、はい、大阪ガスに残ったとか、ショコラ大阪ガスに残ったとか、はい、やっぱお話聞くと全く異なりますよね。あやっぱアルゼンチンに来たかったんですよ。あ、そうなんですか。ジェフも出ない時にちょっとアルゼンチンの知り合いとかと話を取りながら、はい、アルゼンチンに行きたくて調べたんですけど結局実現しないの。あ、そうなんですね、はい、だから水戸終わった時も海外に行きたかったんですけど、なんかそういう選択肢がほとんどなくて、あ、どうやって行ったらいいんだろうっていう感じだったんですよね。メディアは分かんないですね。そうですね。ジェフから水戸に行った時は、はい、年俸は落ちたんですか？年俸は、いや、試合に出たんで上がりましたね、逆に。あ、そうですか。そうです。もうジェフの時はもう試合でいなかったので、勝利給とかなかったので、固定して、こう、給料もらってたんですけど、水戸に行ったら一応、永久契約になって、で、勝利給もあったりしたので、上がりましたね。で、上がったって言っても、こう、高く知ってますけど。大体おいくらだったんですかね。大体480万ぐらいでしたね。で、そこから勝利給があったんですけど、まあ、勝利給が、ジェフとミッドじゃ全然比べ物にならないんで、あ、はい、あ、そうなんですか。一試合言っていいんですかねこれ、試合、はい、3万円、三万円、はい、で二連勝すると倍になっている。え、三連勝で三倍？あ、いや、まあ、そうですね、三万で二連勝したら九万じゃないですか。え、二連勝で6万じゃないですか倍？あ、そう、あ、そうです、ごめんなさい。六万で六万から12万、ああ、六かける十二。1試合の単価基準で倍、あ、そうです、そうです、倍っていうかかける試合数なのか、はい、あ、そうです、そうです、そうです。でほとんど勝ってないんで、勝っても2連勝とか、ジェフなんかはもう1試合勝ったら桁が違いますもんね。今は分かんないですけど、はい、1試合10万とか20万とか、もっと多分もらってます。え、マジですか？はい、羽生さんなんか言ってなかった？いや、聞かなかったかもしれない。聞いたかな。試合級はすごく、勝利級かすごいと思いますね。はい、まあ、もちろんお金だけじゃないですけど、はい、モチベーションの一つにはなりますもんね。なりますよね。特別な思いはなかったのか、もう引退を決めようってなった時もやりきったとか、はい、ああ、俺もうちょっともう限界だなとか、はい、いや、でも後悔は本当ありますね。最後の年はちょっと監督変わった年だったんですけど、若手も入ってきたりして、まあ、その前の年にレギュラーだったっていうのもあって、ちょっとまあ安心もあって、だけどなんかこう、年ももう28ぐらいになってたんで、ケアとかもちょっと怠ってたんですよ。あ、そしたらやっぱ怪我して、
若い時のイメージがあるんで大丈夫だろうと思ってたら、やっぱ年も重ねてくるのでちゃんとケアしないから復帰できず、で復帰した時には結果出せずみたいな感じでクビになりましたけど、まあ自業自得っちゃ自業自得です。ケアって例えば皆さんがどういうことやってたけど、シエハさんはそれをどういったところで怒ったの？一応まあトレーニング終わってからトレーナーに治療とかしてもらうんですけど、それも毎日やればよかったんですけど、こう2日おきだったり3日おきだったりして行かなくていいやとか結構待たされるんですよ。ちょっとお金なかったんでトレーナーをかけられてくるんで、待たされるんでそれが嫌で大丈夫だろうと思って行かなかったり、あそうしてたら結局治りも遅いし、フローインペインだったんですけど、骨折。中村俊輔さんとか、あそうですね、中田選手も、そうですね、はい、で結局その年はダメでしたね。でまあ、引退するときにはだいぶ良くなってまだいけるかなっていうのもあったんですけど、結局具体的なオファーもなく、まあ、家族もいたので働かないとなっていうのもあったんで、一人だったらまあチャレンジしたと思うんですけど、家族もあったのでそこで引退っていう感じでしたね。めちゃめちゃ怖いですよね、リングに上がるの。いや怖くないです。怖くないですか？怖くはないですちっとも怖くないです。本当ですか？はい、いやもうテレビ見ててもうあんなプレッシャーの中で一人でリング上がるじゃないですか。すごいなと思って。どういう感じで入っていくんですか？もうハイテンションでもうリングの中に入っていくのがあるんですか？いや、ハイテンションじゃないっすね。なんだろう。まあ、もちろん緊張はしてますけど、はい、正直1試合目は動物っぽくなりすぎちゃって、はい、要はそのもう減量もして、水も飢えない状態なんで、はい、まあ、飢餓状態ですよね。はいはいはい、まあ、神経が研ぎ澄まされるって言いますけど、はい、本当そんな感じなんですよ。まあ、全ての五感が何倍にもなってるの感覚。本当ですか？それで減量パスして、で3試合前には食べれる。食べれます。だけどもう研ぎ澄まされた状態です。食べれるんですけど、はい、そんな食べれないんですよ。一気に食べると動けなくなっちゃうんで。でよくなんか服というか漫画だと試合に向けて戦闘モードに入るようなイメージがあるかもしれないですけど、はい、僕だけかわかんないですけど食べ物のことしか考えないですからね、はい、前日までは食べ物のことしか考えない。考えないですね。あとはもう水、もう食べ書きたい食べ物をこうノートに書いたりとか、はいはい、だテレビ CM とかもすごいストレスで、はい、あ見てると食べたくなっちゃいますもんね。そうですね、やっぱそれぐらい追い込まれるってことですよね。困れますね。すごいですね。高選手だったらこうちゃんと食べないとダメじゃないですか。だけどボクサーとかって減量しないといけないし食べないじゃないですか。頭おかしくなっちゃいそうですね。初めて前日に相手とのそのイメージというかをするっていうか。ああ。そう、減量期間は結構長いんですか？いや短いですね。どれぐらいなんですか？人によるんですか？人によると思うんですけど、自分の場合は、まあ、大体9キロぐらいなんですけど。はい。9キロ落とす。落とす。本場所入れてやるのは3週間ですね。あ、うん。それで落ちるもんなんですか？落ちますね。やってますか？いやいや、やらないですよ。もともと細い選手が9キロ落とすんですもんね。そうそうそう。もともと過酷な練習を日々している状態から落とす。9キロ落とすんですよね。そうっす。でもね、全員経験してほしいですけどね。たまたまチャレンジというコーナーがありまして、はい、僕に勝負で勝ったらですね、はい、こちらのプロテインうどんをプレゼントします、はい、やりますか？やります。やります。うどんですか？プロテインうどん、乾麺ですね、はい、タンパク質が 17g 入ってますんで、なかなかの優れものです。やります。やります、はい。タマタマ1、タマタマ1、タマタマ2、グッ！大丈夫？嬉しいっすね。いやーちょっとなんかサクッと来ましたね。参りました。勝負になって気持ちいいっす。結構悔しいですね。この番組はですね、はい、私がゲストをお招きしまして、はい、ゲストが次のゲストを紹介いただいてですね、はい、いつにかタモリさんまでたどり着きたいという野望を持っているんですけども、はい、
シエハラさんにもどなたかご紹介いただきたいんですけれども、はい、どなたかおられますでしょうか。そうですね、今思い浮かぶのがシエハラ選手かもしれないですね、はい、喜ぶと思いますね、多分。あ、そうですか。はい、ちょっと聞いてみます。あ、ありがとうございます。はい、あと誰かもしいれば、はい、はい、ちょっと考えておきます。ありがとうございます。はい、ではシエハラさん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。Bye.